トベの戦略とは、平野翔、ガン・ユータ、神宮寺・ユータが語る新しいエンタメの形。トベとナンバー・アンダーライン愛の衝撃。滝沢秀明が描く未来のエンタメ業界を徹底解説。滝沢秀明が設立したエンターテインメント会社、トベは、今や日本の芸能界に新しい風を吹き込みつつあります。特に平野翔、ガン・ユータ、神宮寺・ユータの三人で構成されたユニット、 ナンバーアンダーライン愛はそのカリスマ性と才能で多くのファンだけでなく業界関係者からも注目されていますこのユニットは新しいスターとしての期待を一身に背負い未来の日本のエンターテインメント界にどのような影響を与えるのか関心が高まっています彼らの成功は単なる個々の才能に依存しているわけではなくトベという組織の独自のリーダーシップやビジョンが大きな役割を果たしていると言えるでしょう 滝沢秀明が戸部を立ち上げた背景には彼自身のエンターテインメント業界に対する深い洞察と次世代のアーティストたちを育成したいという強い意志があります元ジャニーズ事務所のメンバーを中心に活動を展開するという戦略は業界内で新しい潮流を作り出す可能性が高いです特に平野翔はその圧倒的なカリスマ性ですでに多くのファンから絶大な支持を受けていますが これは単に彼の外見やパフォーマンスのスキルだけによるものではありません。彼のリーダーシップ、そして他のメンバーとの強い絆が、その成功の鍵となっているのです。芸能界では、しばしば困難な状況に直面することがありますが、戸部のリーダーシップはそのような困難を乗り越える力を持っています。元 SMAP の中井正宏が、稲垣五郎の逮捕事件後にグループをまとめ上げたエピソードが示すように、 リーダーシップは単にグループを率いるだけではなく、危機管理能力や柔軟な対応力が求められます。中井が言ったように、チームのメンバーを励まし、困難な状況でも新たな構成を練り直し、パフォーマンスを実行する力が重要です。このようなリーダーシップの要素は、今後のトベの成功にも不可欠なものとなるでしょう。また、トベは国内だけでなく、国際的な舞台でも積極的に活動を展開しています。 例えば、ナンバーアンダーラインアイがアメリカの大規模な音楽フェスティバル、コーチェラーに出演したことや、IMP が中国での活動を展開していることは、戸ベが本格的な海外戦略を進めていることを示しています。これは、単なる日本国内での成功にとどまらず、グローバルな視野での成長を目指していることを意味します。特に、平野翔のようなカリスマ性を持つアーティストが海外でも認知されることで、 日本ののエンンンターテインメントの価値ががささらに高ままることが期待されます一方で、戸部内部でもさまざまな変革が進行しています。広報担当者や副社長の交代など、人事の変動が起こっており、これにより会社内部の運営体制がさらに強化されることが予想されます。これらの変化は、単なる組織の再編成にとどまらず、より効率的かつ効果的なマネジメント体制を構築するためのものであると言えるでしょう。 滝沢秀明がエンターテインメント業界で培ってきた経験と知識を生かし、これまで以上に組織を強化していくことが期待されます。さらに、ジャニーズ事務所の性加害問題など、業界全体に影響を与える出来事が相次いでいますが、これが戸部や他のエンターテインメント会社に与える影響についても考える必要があります。このような問題は、業界全体の信頼性や透明性に関わる重大な課題であり、 これをどのように乗り越えるかが今後のエンターテインメント業界の未来を左右するでしょう。戸辺は、こうした問題に対しても誠実に向き合い、アーティストとファンとの信頼関係をより強固なものにしていくことが求められます。また、ファンとの関係性を重視する姿勢は、戸辺の成長において欠かせない要素です。滝沢秀明自身が、ファンとの絆を非常に大切にしていることは広く知られていますが、 この姿勢が飛べ全体に浸透していることが、彼らの成功の一因となっています。特に、ドームコンサート以降、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが体調を崩す様子が見られ、ファンが心配する声も上がっていますが、これは逆に彼らが多くの仕事をこなしている証拠ともいえます。ファンはその努力を理解しつつ、彼らが無理をせず健康を第一に考えてほしいと願っています。このようなファンとのコミュニケーションが、 トベの未来について考えるとき、彼らがどのようにしてエンターテインメント業界を変革していくのか、そのビジョンに注目する必要があります。彼らは、単に新しいスターを作り出すだけでなく、業界全体の構造や働き方にまで影響を与える可能性を秘めています。これまでのジャニーズ事務所のような閉鎖的な体制とは異なり、 トベはよりオープンで透明性のある組織運営を目指していると考えられます。これにより、より多様な才能が活躍できる場が広がり、ファンにとっても新しい魅力的なコンテンツが提供されることが期待されます。さらに、ナンバーアンダーライン愛のカリスマ性が、彼らを単なるアイドルグループにとどまらせない要因となっています。彼らの音楽やパフォーマンスはもちろん、個々のメンバーが持つ独自のキャラクターや才能が、 ファンの心を捉えて話しません彼らは、ただのエンターテイナーとしてではなく、一人の人間としての魅力を発揮し、それが彼らの活動を支える大きな要素となっています。このような多面的な魅力を持つアーティストが、今後どのような形で成長していくのか、その未来には無限の可能性が広がっています。これからも、トベとそのアーティストたちがどのように成長し、進化していくのか、ファンは目を離すことができません。 特に、平野翔や岩優太、神宮寺優太といったカリスマ性を持つメンバーたちが、今後どのような活動を展開していくのか、その一挙手一投足が注目されています。彼らの成功は、個々の才能だけでなく、トベという組織全体のサポートとビジョンが結集した結果であり、それが彼らをさらなる高みに導いていくでしょう。ファンとしては、彼らの活動を引き続き応援しつつ、その成長を見守っていくことが求められます。 そして、彼らが日本だけでなく、世界中でその名を轟かせる日が来ることを期待しています。戸部が描く未来は、既存のエンターテインメントの枠を超えるものです。彼らが目指すのは、単に日本国内での人気や成功にとどまることなく、世界中に新しいスタイルのエンターテインメントを提供することです。その中心にいるのが、ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔、蘭、ガン神宮寺優太であり、 彼らの個々の才能とチームとしての一体感が、戸辺全体のブランドイメージを象徴しています。特に、平野翔のカリスマ性は、彼一人で舞台の空気を変えるほど強烈です。これは単なるアイドルとしての魅力だけでなく、俳優としての深みや、パフォーマーとしての技術、そして人間的な温かみが融合しているからこそ成り立つものです。彼の存在感は、過去の大物芸能人をも超えると言われており、 多くの業界関係者からも絶賛されています。そんな彼が率いるナンバーアンダーライン愛がこれからのエンターテインメント業界にどのような影響を与えていくのかまさにその動向に注目が集まっています。しかしナンバーアンダーラインアイやとべが成功を収めるためには単にカリスマ的なリーダーや才能あるアーティストだけでは不十分です。業界全体が変革の時期を迎えている中で、 特に日本のエンターテインメント業界における構造的な課題にどのように対応していくかが重要なポイントとなります。昨今、ジャニーズ事務所をめぐる成果外問題や不透明なマネジメントがクローズアップされており、これによりファンの信頼を大きく損なう出来事が続いています。こうした問題に対し、トベはどのように向き合い、新しい価値観を打ち出していくのかが、今後の業界全体の行方を左右するでしょう。 トベの特徴的な点は、アーティストとファンとの距離が非常に近いことです。滝沢秀明自身が、ファンの存在を何よりも大切にしている姿勢は、彼がリーダーとしての役割を果たす上での一貫したテーマです。この姿勢は、トベ全体に共有されており、アーティストたちも常にファンとの交流を大切にしています。特に、SNS やファンイベントを通じて、よりパーソナルなコミュニケーションが取られるようになっており、 これがファンの忠誠心を高めています。また、トベの強みはその柔軟性にもあります。アーティスト一人一人が持つ個性を尊重し、それを最大限に引き出すようなサポート体制が整っているのです。従来のエンターテインメント事務所のように、決まった方にはめるのではなく、アーティスト自身のクリエイティビティを尊重し、自由な発想を奨励する文化が根付いています。これにより、トベに所属するアーティストたちは、 自己表現の場を広げながらも自分たちの個性を磨き続けることができるのです。